ニューヨーク流行の発信地双方、ヘナアーティスト大竹さつきさんはこの店でヘナを描く。オーガニック化粧品店の片隅でヘナを描き続けて2年が経った。彼女はアメリカロングアイランドの大学を卒業してすぐにこのニューヨークにやってきた。以前から趣味でヘナをやっていた彼女はヘナアーティストの募集広告を見、面接を受け、その日に採用された。以来彼女は毎週土日にこの店でヘナを描いている。なんでニューヨークに住んでるんですか？どうしてニューヨークに。ニューヨークが一番いろんなことが起こっていて、いろんな人種がいて、いろんな刺激を受けて自分をすごく成長させれる街なので、一生懸命な人を目の当たりにできる街なので、その人たちと一緒にこう切磋琢磨できて幸せだなと、幸せだなって思える瞬間がニューヨークに来てすごく多いです。日本人はこう形からどうしても入るところがあると思うんですよね。何にしても考え方にしても生き方にしても、こうとりあえず形を決めてから、でも私もそういう人間だったんですけれども、ニューヨークに来てからとりあえずやってみなきゃ何もわからない、だからとりあえず飛び込んでみて自分で経験して学んで、そうやって人間を自分を形成していこうっていう感じかしら。さんの住む家は芸術家が多く住む町、グリニッジビレッジにある。この町のビルにはほとんどエレベーターはない。さつきさんの住む家は6階、2人のルームメイトと住む彼女の部屋はキッチンの奥にあった。名刺とかほらヘナの仕事で名刺とか電話番号とかすぐ友達になって交換したりするんですけど、すぐなくしちゃうじゃないですか、そういうのって。でも帰ってきたらすぐ壁に貼る癖をつけていたら、あっという間になんかだーっていっぱいになってしまって。なんかこの中でも一番好きな写真とかなんかある？一番好きな写真、うちのメイト、あずさ、ゆいか、うちの田舎なんですけど、田んぼが綺麗なとっても田舎です中学校の校則に耕運機には乗ってはいけませんっていうのがあったみたいほとんどこの部屋にあるものは全部道で拾ってきたものなので。じゃあこれも道で、イーストビレッジの道に落ちていたこれもこれはそこのコーネリアストリートに落ちていて、これもイーストビレッジで見つけてきて、あとその椅子も、その椅子はどこに落ちたんだろう、うちの前にあったのかな。でもテレビは？テレビは買いましたテレビは買いましたよ。ルームメイトは日本人の千春ちゃんと台湾人のウェイニンちゃんが住んでます。3人で住んでます。そうするとこの部屋っていうのは通り道なんですよね。リビングルームなんです、何を隠そう。だからこう2人がこう行くとき、台所にキッチンに行ったりシャワー浴びに行ったりするときは通るので、これがこうシャシャシャってこういう感じでこういう感じで、ああ一人って一人になりたい時とか、本読む時とか、手紙を書いたりする時はシャーッと閉めてピッて閉めて。また弾くんですか？でも彼女の部屋の片隅でギターを見つけた。ニューヨークに引っ越してきた時わずか1ドルで買ったという。その当時の生活は苦しく、仕事も見つからなかったという。こういう暗い感じの、この1ドルギターを持って引っ越してきて、引っ越してきたのはいいんですけど、友達も一人もいず、寂しく毎日ギター弾いたんですよ。2ヶ月ぐらいも部屋からも一歩も出ないでなんかこうやっぱり
これからどうしようっていうのと友達ですね。それで本当にもう本当にどうしようもなくなって、その机をとテーブル出してそこに。寂しさと貧しさから最後に思いついたのがヘナを描くこと。ニューヨークに来て2ヶ月ほど経っていた。とりあえず通りに椅子とテーブルを出してヘナをし出そうと思って、ヘナをし出した店がここです。でも今潰れてしまってなんか改造されてるんですけど、ここにこうテーブルを出して、こうここにこう座って、こうやって手相見のように怪しい感じで毎日2ヶ月ぐらいやってますね。1日何人ぐらいのお客さん、ここはどれくらいやったのか、一人も来ない時ばっかりでしたね。それで結構この向かいのレストランが有名なレストランらしくて、すごいいつも混んでて、で私のみんな私の方で何やってんだろうっていう、すごいかわいそうっていう目で見られて、通りの人に手相見だと思われたり、道を聞かれたり、あと日本人の年配の男の人がそこら辺に住んでらして、頑張ってねとか言ってご飯くれりご飯くれたりして。さつきさんのニューヨークの原点、原点、こうそうですね、うん、ちょっとこれ泣いてるんじゃないんですけど目が痛い。寂しいね。そうですね、だから、うん、まあ辛いことがあるとここに来て頑張ろう。そうですね。彼女は精一杯ニューヨークで生きていた。